今の鳥栖のサッカー素晴らしかったです。鳥栖ね、いや本当にあの鳥栖とかやっぱ FC 東京とかさ、いいサッカーって言われるチーム、やっぱサイドバック絞ってたりとか、あのサイドバックのところの位置にまあ3バック加入したりとか、なんかこうちゃんとやっぱり逆三角形型になってるよね。プロテインが口についてます。そうそう、やっぱ下が広がって中が狭まってるとこういう角度になるから、相手が視野の中入れやすくてプレスもはめやすくなるから、やっぱ下からこう広がっていくっていうのが大事で、今日さっき FC 東京見てましたけど、そう長友と小川がちょっと絞って前のウイングの選手とかが張ってっていう、でそれにスペース提供して迂回経路作ってっていうふうにやってたんで、やっぱいいって言われるサッカーの共通点もそれありますよね。貫いた自分束の間のキング。